今日が11月の22だったかな。多摩川来てます。まあ今もうねこの近くで仲間がやってるんだけど、ちょっとねまた別な仲間が今向かってきてるんで、ああちょうど来ましたね。多分あれそうですね、ちょっとズーム、手ぶれしてるのはちょっとご了承くださいですね。映ってるかどうかやべ、バレたバレた。今行くそっち。でかすぎだね。来た。ああもう。来ましたよね今。うん。吐いたあいつ。頭いいわ。やっぱりやられてますねだいぶ。吐いた。あ、マイク見てるからちょうどいい。あーだいぶ行っちゃったね、ま、たあにいる。ちょっと小さいのはいるけど、60ぐらいのは。でもいっぱいいるな。たくん逆光だ。これ逆に、お、ナマズじゃん。結構でかいでかい。おお、いいねいいね、いい感じだね。映ってるかどうかわかんないけど。ああ、もっとあるんじゃないの。俺ね、その65です。俺70。さっきのパン恋シーンが欲しいね。いやでかいよ、結構でかい。え、これ何ポンド？5ポンド。負けてない。そろそろっすか。いや頑張れ。それ3ポンドで生で釣ったから。うん、ありがとう。よっしゃおめでとうございます。あ、今のタモスキー場3000円ですけど。むずし安くんで。ジュース1本で。おお、でかいでかい。じゃあ測ってみますか。うん、あとちょっと下アスファルトだし、うん、おお、危ない。映ったぞ、もしかして。しっかり使わせてもらうから。自分で網振ってこげる。何センチあるんでしょうか。あ、そこにメジャー放置してあります。すいませんね、持ってこれちゃう。いい感じに撮れてるよ。やりましたって感じで。こっち見て、こっちで、こっち、こっちのでかいやつ。確かにそれもサイズいそうだけどね。
あ、70ねえか。あ、ありそうだな。こんな感じ。お、来た。もうちょっと一緒じゃないですか。おまけで70だ。おまけで、おまけで70。すげえ。せっかく新たにまた来たんです。あ、おめでとうございます。ちょっと顔いただきたいですね。おめでとうございます。シャットテールと、あ、この間のやつだ。あの色かぶっちゃったやつじゃなくて。あ、そうそうそう、そう。逆で見えない。すいませんね。こちらですね。ああ、これで昨日釣ったんで。ナマズ？はい。対岸投げて。対岸。対岸投げるかーい。対岸まで飛ばして。さあ、釣ってほしいですね。一番張り切ってる。いやー、なんかさっきの85が取れなかったからね、私のミスで。これまた記録いっちゃったんじゃない、もしかして。テトラがなきゃなんてことないんだけどな。ブレーキ機構がスマホだとしとったね。歩く振動がもろで伝わっちゃうんだね。どこまで行くねん。どこまで行くねん。お、これもでけえ。またこのいいとこで鳴らさなくていいのに。お、ぶっと。おお、来た。すげえ。3本目。さっきのとどうだろう、でかいね。そっちの近い。あー、ちっこいか。さあ、いくつでしょうか。71でございました。10センチ小さいね。いや、ほんとそんな一瞬で。いや、すげえわ。やべえ、取れてなかったかもしれない。あ、そんなことねえかな。大丈夫かな。取れた。いや、取れてたと思うけど。どう、釣れたか。釣れてます。こっちも釣れてます。両方いけねえし。両方。もうちょっと上げてもらっていいですか。おめでとうございます。川が映ってない。でかい。ポさん、撮りますよ。あ、いいですね。撮ってるとこがまたいいっていう。どっちがどっちがよくわかんなかった。これいいね。お開きで。あ、ごめん。ちょっといいよ。85だな。5? うん。おめでとうございます。やーり。よく声が見えません。
じゃあ向こう行って85ですな。遠いよ。大変なんだよね、移動が。雲もすがるし。遠いよ。歯入っちゃうよ。見えた？にごい。え？そうか。え、なんだ？あ、おお。結構引いてましたね。おお、おめでとう。あ、いいよ、そこでいいよ、そこで、はい、はい、おめでとうございます。いいね、僕の弟子なんでよろしくお願いします。上くんの弟子で。どうしようか、サイズ測るのはあるよ、そこで測っちゃおうか。58。あ、写真撮るから待ってね。 OK、 ありがとうございます。ネットが落ちた、あぶねー。スマホ落としたから。いや、スマホとは持ってるし。よいしょ、大丈夫か。多分水没しちゃう。長く釣るやん、これ。まだ釣ってもいないのに濡らすっていう。ちょっと逆光かな。こっち俺がこっち。あ、いいね。あ、カニが映ってる。いいじゃん。おめでとうございます。はい。正面からの埃がすごい。埃っていうか、あの砂の埃がすごい。風がものすごいことになってますね。ピタリと止まってしまった。いや、風が強い、これ。ダメだ、これ。さあ、今日は帰りますかね。ね、もうタクももう十分でしょ、あれだけすれば。ここ最近ではもうかなり腕上げたから。腕上げた、もういいでしょこれ。もういいや、今日俺釣れなくてもいいや。釣りにならん。うん、さあで、ですね、人のタックルで釣っております。竿立てた方がいいです。で、クラッチ切って糸出して、で、バス持ちしてもらってつって。はい、イエーイ。
あれ穴抜けた、これやばい、穴広がった今の時期でよな。悲惨だ。